皆さんごきげんよう。世界のレフェリー島出です。ジャッジ。なんと今日はですね、世界の WWE ナンバーワンリングアナウンサーの、そして俺の後輩でもあるショウ・フナキさんと電気合体しました。ウェルカムバックジャパン。あ、どうもありがとうございます。はじめまして。ということで YouTube までよろしくお願いします。あ、ナイキです。ナイキです。の久々だね。3年半ぐらいですか。あ、今彼はアメリカの方に現在、もともと藤原組という団体で活躍して、で知らない間に WWE に潜り込んで、今じゃもうね、向こうじゃアナウンサーしたり、ね、コメンテーターしたり、すごいね。そういうことですね。どうですか、アメリカの生活は。もうね、20年以上いるんで、ああ、うん、まあ大丈夫ですね。なるほどね。さっき言ったけど、息子がなんかね、トレーニングしてるって言ってた。そう、だから去年の11月に、うん、彼も今大学生なんですけど、はい、言い出せなかったらしいですね。プロレスラーになりたいって。いや、実は行ってきて、レストランになりたいんですけど、そしたら嘘、大成功、はい、嘘って。いや、じゃあ浜口道場に入れなきゃね、君と一緒で。まあ、アメリカに住んでる、ね、浜口道場は藤原君でしょ。君と同じスタイル行かない。まあ、僕のスタイルはね、そうなんですけど。藤原君に入れた方がいいんじゃないですか。で藤原組あるんですか。君が金出してです。藤原さんに行って、チーム藤原組もいいんじゃん。骨棒もいるし。あ、でも、あ、そうですね。骨棒もいるし、ちょうどいいんじゃないの。でもね、うん、でも藤原さんの恩恵って言い方でおかしいのかな。ちゃんとして。向こうに行って、藤原組だったっていうのを、なんか、うん、言ったら知ってて。いや、僕は言わないですよ。ああ、周りのやつがね。そうです。スティーブ・リーガーとか、あそこら辺がノーマンスマイルとかいるもんね。でこうやってアンダーテイカーに、あいつ気をつけたで、ショー気をつけたでできるぞと、ショーこれ強いぞと。藤原のとこでやってるから、うん、あいつビシバシやるんだよ、あんな顔してて、いいね。で、まあ、そうやってなんかこう一目じゃないですけど、アンダーテイカーも一目男として、いやいや、そこまでじゃないです、うん、あいつはできんだこっちっていうね。でもケインとかは結構君に見せるしてね、あれもどうぞ、そうなんか、ほら、これ一回試合したから、グランジェイカーですね。そうそう、そう思うと、やっぱりね、でもやっぱり野崎ってその、うん、僕がやってた藤原組とかバトナーズでも結構先駆者で、ビジノグいて、タカちゃんとね、タカ君で海援隊やって、あれからで変わっちゃいましたね。そうですね。で、いろんなベルトを巻いて、気がついたスター、盗んだのはありましたけどね、取ってはなってますよ。でも結構ね、やって、そろそろ俺にも返してくれていいんじゃない。そういうことですかね。そういうことじゃない。この YouTube 出演でどうですかね。そうですね。でも本当ね、なんかなかなか会えて嬉しいかなというふうに思うので、まあ一つ昔話で言うと、本当ね、デビューする時も意外となかなかね、急に決まったもんね、デビューね。僕ね、君のデビューすごいでしょ。8ヶ月ぐらい練習させていただいて、丸坊主で。で、カール・グレゴと後楽園で12月5日で、そう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 、3日か5日ですよ、5日ですよ、ね、うん、あれがね、あ、その決まった真相っても君は知ってるでしょ。でしょうね。君がチケット売るからっていうんですよ。まあ確かに100、そうそうそう、浜口道場出身で、はいはい、実はその裏で実は UWE インターが神宮の球場でやったんですよ、うん、レイダー対タカラ、はいはい、で後楽園うちも取ってたんで、はい、これチケット売らなきゃいけないっつって、うん、こうなってます、ね、そうそうそう、だからもう藤原さんにちょっと船木デビューさせましょう、うん、すごいそんな緊急だったの、それでデビューできたの。でも確かに覚えてるんですよ、100ね、200万ぐらい売ったよ、200いってました。浜口さんも来てたように思うんですね。じゃあすごい、来ていただいて、すごい、で藤原さん、そう、僕、はい、浜口さんで、ね、スリーショット、すごいそれ、そうでしょ、それはすごいよ、チケット売るから。近い芸人で、そこからね、バーダースーパースターになって、はい、ね、でも結局バーダーズいろいろね、みんなか結構あんな団体だったけど、みんなそれぞれ活躍してる。まあ、本当そう思いますよ。ヨネだって今の人の人だってね、IWGP 取ったりしてるし。でもあの亡くなられたあの、うん、評論家の菊池さんに言われましたよ、うん、多分船木君が一番先じゃないかって、何なんですかって言ったら、その円満大社で移籍した選手、その当時なんか結構泥沼とかね、はい、あったあった。だけど菊池さんにポロって言われたんですよ、菊池隆さん、うん、そうだから、うん、
本当に船木くんが先だよ、一番最初だよ、そうやってこうお互いの、うん、そうバトラーズ側と道の奥側でお話をして、うん、そこからも出てもらったりとかして、年間遺跡っていうのをで、その後ビクター・キニオンズのグルトで WW ってね、あれタカなんですよね、タカですよね、タカが、うん、その夢カリウッドで、うん、ずっとタッグ組んで、でタカがそのダブダビーともしかしたらっていうそのなんていうんですかね、ペーパービューでトライアウトの試合があって、はいはい、あのサスケ会長と会って、うん、でタカの方が気に入られたんです、その前にもメキシコに行ってたんですけどね、はいはい、遠征で、すごいよね、そしてめっちゃ貴重な話ですよ、そうそうこれどうしよう、キューダーズなんで俺ダブダビー行きますと、はい、全然俺のこと誘ってくれない、でも、タカが、いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、聞いてください、聞きますよ、タカが、連絡来たんですよ、うん、あの日本人欲しがってるけど来ない、あ、行きたいんだけど、で、結構なんか海外志向もあったんで、あ、そうなんですよ、だからもうすぐ行くって、その時よかったよね、で、その後だから、メンツテイオとか、ディックさんとかも、みんなこういう人も、シリュウさんも、はい、やっぱり海援隊ブームになってたから、ね、うん、で、シリュウさんは、まあ、数早さんダブルダブルシリュウ、はいはい、で、僕ら3人、うん、大将、メンツテイオさん、うん、僕はダブルダブル、はい、タカと一緒に、うん、はい、やっぱりね、青い服でこうやってね、すごかったっすよね、かっこよかった、なんで俺連れてってくれなかったの、なんでそこに知ってましたよ、ああ、知ってました、リュウにどうですかって言ってくれればいい、本家のあの、はい、山口さんが、本家の山口さんが、ね、ボーリーさんが亡くなってるんですけど、ボーリーさん、本当にね、お世話になりましたけど、うん、今ほら、そのね、弟さんのね、しゅんさんが僕のパートナーで、え、そうなんですか、実況でやってるんです、うわ、知らなかった、そうなんですか、そこら辺すごい縁ですね、へぇ、だから、まあ、そこからね、ずっと、うん、こうやって WWE の日本人の、うん、今その日本人を呼ぶ、うん、今選手いっぱいいるじゃないですか、はい、まあ、俊介中村とか、うん、ああいうのは君関わってないの、僕は関わってないんです、ここのサーチングとか、うん、マーケティングサーチはしないの、はい、本当にそのブランドの方のだけだね、はい、うん、あの当時あの WWE で試合が終わって6ヶ月、うん、僕では休み期間になったんですよ、契約が一応なくなった期間、はい、で僕日本に帰ってたんですよ、うん、その6ヶ月です、はいはい、そしたらあの電話かかってきましたよ、会社から、なんかちょっと戻ってこいと、で、ステファニー、うん、はいはいはい、あの新しい仕事をあげたいらしいから、うん、でいそれ何ですかって言ったら、あのタレントスカウトの部門で、うわすげえ、そうなんですね、やってくれって言って、で、それで一旦帰って、はいはい、また WWE に入って、うん、その時はよくこう、お前はメキシコとアジア系見とけって、うん、そっちで言われてたんですよ、すごい、すごいね、ステアリー・マクマホンね、だ僕だからマクマホン家の方にはすごいお世話になって、はい、もう入った時点でもお世話になってるんですけど、はいはいはい、で今回の、はい、あの何ですか、日本語のアナウンサーの仕事も、うんうん、ビンス・マクマホンから、うん、お父さんから、はい、日本語やらせるんだったら船木にまず話せって言われた、すごーすげえ、すぐプロデューサーからすぐその時ですけど、すごその当時、いやビンスが君をあのアナウンス日本語やるんだったら船木にまず話せって言われたんで、うん、電話したんだけどって言うと、あ、お願いしますって、すげえ、なんで俺のこと誘ってくれるのその答えが全然出てない、まだ言うんですね、アメリカにいらっしゃったら僕いつでも行きますよ、行ったじゃん違う、そういう意味じゃなくていやいや、アメリカに住んだら、住んだら、言ったら住むよ、言ったら住む、ビザ取ってる、逆なんですよ、逆なんだ、いたらいいんですよ、はいはい、いたら仕事くれるの、はい、いた、でも一回いたら、うん、僕だってこううまくこうご紹介できるんですよ、で一回とビクターがいるときに、うん、なんかレフリーやらしてくれって言ったら、うん、だからこれがちょっとできないから断ったんだね、ヒアリング、そうそうそう、あ、へー、これからね、そう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 、だからそれでローのなんかやらミノルが行けた時にやらしてもらおうと思ったんだけど、ちょっとできなかったんで、でもちょっと君のじゃあビザ取ったらやらしたい、レッスルマニア、ビザを取ってアメリカに、レッスルマニアレフリーを、だレッスルマニアだけですか、違いますよ、ツアー出ますよ、ツアー出ます、バースの話すればいいんでしょ、
死にょみたいに言ったそういうんじゃないですか、ね、スケールが違うんだ。違いますか。ダブリーもピカピカに輝いてるけど、やっぱりその僕らが好きだったロックとか、うん、オースティンとか、うん、シナとか、うん、でエディとか、うん、いた時君もバッチリいたじゃん、うん、あれが一番なんかダブリーめっちゃ面白かったなって思ったりするんだよ。僕もそうやって言われるんですよ、うん、確かに。でもなんかツアーとか辛いとかはいつじゃん、なんか終わって終わってなんかそこでみんなで同じような卵を抜く君主の白飯食って、うん、みんなのボーイズたち食って、ね、またフラフラって車でってレンタカーで行ってたじゃん。あ、でも青春だね。旅から旅ですから、レンタカー借りて、うん、まあそういうのがもうデニスで食ってトレンドみたいなもんですけど、華々、うん、しいと思いだから実はね、こそ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 君抜きの卵を食ってる、ね、でもだから本当に健康管理にはすごい本当に、うん、選手たちね、うん、日焼けしなきゃいけない人は日焼けして、はい、食事ももちろんそうだし、うん、で何取ってるの、サプリメント、プロテインどんなのって、そういうボーイズなどね、うん、話ありますからね、はい、そう思うとやっぱり大変だなっていう、うん、そう生き抜いてる、ぜひですね、うん、WWE の船木さんにですね、人生相談したい人は、うん、ぜひ船木さんにメールを送ってテキサスで、はい、道場に入門してください。テキサスの道場に、ね、今日はありがとうございました。あ、本当に貴重なお時間をいただきまして、はい、ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。